こんにちは。今日はですね、4月に購入した島村購入品を全部改めてご紹介したいと思います。はい、点数的には1、2、3、10、11、12点になるかなと思うんですが、4月ね、振り返ってプレイバックしたいと思います。まず4月1日の購入品です。まだ着てないからね、まだちょっとね、季節早いからあれなんですけど、4月1日はユミさんのコラボがありました。で、確かね、あ、そうそう、一部店舗まで行ったんですよね、朝一で。それで、一番何番目ぐらいかな、6番、7番ぐらいだったんじゃないかなと思うんですが、そうそう、だから開店前から結構並んでて、で、並んでる人がもうこういう、茶色とかベージュとかの淡色っぽいコーデだったので、ユミさん狙いの人が多かったなっていう感じなんですけど、でも、ムムさんのミュールを履いてる人もいたので、ムムさん狙いの人もいたのかなと思うんですけど、そうそう、だから結構争奪戦の割には、狙ってたものはちゃんと買えた日でした。一番のポイントは、ここがちょっとね、広がってるんですよね、袖がね。なのでね、結構二の腕がね、楽ちんみたいな感じでした。あともう一つは、この、ちょっとチュールのトップスですね。これは、このなんかパープルっぽいやつを買いました。で、ちょっとシワ加工のチュールが上に重ねてあるようなトップスです。はい、それと、これはね、もう来ました。もう2回ぐらい来たんですけど、シアーのシャツですね。もう2回ぐらい来た。これはね、再販されてましたよね。これ本当にね、買ってよかった。なんか結構ね、張りのある素材で、なんかトロンとはしてないので、ちょっと着る、どうなんだろう。使いやすい。もう何せ、色がすごい気に入って買ったので、これはもう来たんだけど、まだ、これがね、今回、4月1日に買った中で、一番気に入ってます。色が好きなんですよ。最近すごい、乾燥した日が2、3日続いたじゃないですか。それで、私、すっごいお肌が荒れてしまって、顔もなんですけど、この、なんて、腕とかも痒くて、ポリポリね、かいてたら、ちょっと、バリア機能がね、壊れてしまって、今、なんかヒートテックとか、ちょっと河川っぽいものを着たら、かゆいんですよ。あと、お酒飲んで血行が良くなったらね、かゆいんですよ。だから今日はもう、下着も綿のやつつけて、なるべく今日はね、かゆみが出ないように、この、ウィゴーのね、長T着てます。実はね、これね、ココさんのコラボです。インフルエンサーのね、ココさんの。カリフォルニア？これ普段着にめっちゃいい感じなので、愛用しています。もう一色持ってるんですけどね。去年買いました。はい、次に買ったのが、これは、これもコラボですね。三原ういさんっていう、かなり若いので、ちょっとどういう活動をされてる方か、まあ、インフルエンサーさんなのかなと思うんですけど、三原ういさんっていう、かなり若い方の、コラボだったんですけど、まあ、これだけインナーとして、ブラトップね、着用するんだったら、ね、ほとんど見えないですから、ちょっとね、こういう黄色っぽいのが見えるだけで。そうそう、それでね、買いました。オンラインと一部店舗限定とかだったんですけど、一部店舗にはもう行けなかったので、オンラインでね、頼んじゃったっていうやつだと思います。ここのね、ネックのところが V になっててね、かわいいんですよ。あと同じ日に、この、ヨウさんの、この、鍵編みのカーディガン。これもね、めっちゃかわいい。ヨウ透かし編みカーデ。まだね、もうちょっと早いんですけど、編み編みなので。まあ、中になんか長T とか着たら、まあ来月ぐらいから着れるのかなとは思うんですが、これやっぱ試着してめちゃくちゃ可愛かったので、ヘビロテしたいんですけど、あまりにもなんか洗濯しすぎたらすぐヨレッとなっちゃうかもしれないような、ちょっと危うさがある
素材なんで、まあ、でもちょっとねこれはすごいねいろいろ合わせてみたんだけど可愛かったのでこれも気に入ってます。でもやっぱり早めに買う、季節的にさ早めに買うじゃないですか。もう4月からだってこう夏に着るようなさやつを買ってるわけじゃないですか。梅雨明けてからしか着れなさそうなやつとか、まあ工夫次第では着れるけど、だから買ったはいいけどどんどん発売されるからどんどん忘れていくから、月末にねこうやって思い出してちゃんと着るようにしたいと思います。ちょっと待って、バイ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 。はい、次に購入したのが島村の阿部の店に行った Vlog ね、あのぼっちランチの Vlog 出したと思うんですよ、ちょっと前に。そこに行った時にお安くなってたやつです。これがフラッシュブルーのノンさんコラボで、ノンさんねインフルエンサーので、いつかな、先月ぐらいにされたやつですかね。それがね安くなってて、もともといいなって思ってたんですけど、私そんなにしょっちゅう 一部店舗に行かないので結構ね一部店舗ものは諦めることもあるんですけど、これが行った時にマイサイズがしかも安くなってたんですよ。1969円が1320円になってたのでもう即買いです。しかも色味がさすごく私の好きなちょっと淡い感じの色ですごいね可愛いんです。それでなんか4月ですね今に着るのにねちょうどいい感じで、暑すぎず寒すぎずで 1,2 回も着てるんですけど、可愛い。やっぱりこれ、あこれは良かった、買ってめちゃくちゃ。はい、次に同じ日に買ったやつですね、こちらのクロシェフレギンス、はい、今こういうの多いですよね、ここがチュールになってるやつとか。あこのウエストと股上っていうか、ウエストはもう下着なんですよ完全に、もう楽ちん、これ見えたら困る部分ですね、こっから上は股上はもう下着風なんだけど、チラッとこうね服の下から出るところはこんな感じの鍵編みのなんていうのかな、スパッツみたいな感じのやつで、レイヤードするのにいいかなと思って。あとユミさんのさチュールのこういう感じのやつもね欲しかったんですけど、またなんかねもしね縁があればどっかの店舗で出会えることを祈ってます。もし出会えたら欲しいかな。これもちょっとレイヤードにちょっとねおしゃれじゃないですか、普通のねスパッツみたいなのよりはこう鍵編みになってるやつで、肌色だから透けてもさ全然透過しちゃって全然やらしくないと思うし、これもう見つけた瞬間も即カゴインみたいな感じで買いましたね。その後はダイソー業祭っていうのがありまして、第1弾ですね、第1弾でこうお安い目玉商品のところにテラさんのコラボがバンってきたので、まんまとね朝一で行って買いました。その時も結構並んでたと思うんですよ、なんかもうね10人以上並んでたと思うんですよ、私結構ギリギリに行ったので、でまあ10番目とかそれぐらい並んで、こう目玉商品が店入ってすぐの特設コーナーみたいなのにあって、前に並んでた人結構奥に行ったりとか散らばったので結構変えてしまった感じです。変えないかなと思ったんですけど、はい、まず550円の T シャツです。まあ、綿 100% ではないんですけど、ポリと綿なんですけど、綿100よりはこう気持ちのいい、なんていうのかな、まろっとした、はい、素材で、視聴者さんに教えてもらったんですけど、フランス語でイルフェボンって書いてます、はい、英語じゃなかったっていう、はい、でこの間パーソナルカラーで茶色とかベージュが似合うよって言っていただいたので、普段だったら選ばない茶色を買ったんですけど、意外とねハマりました。やっぱりプロの見立ては正しかったということで、今年はこれ着ます
あ、これカーディガンの下に着てもね、ベージュのカーデの下とかにね着ても可愛いと思うし、こうやって合わせて茶ベージュ系でね、うん、これは550円はお買い得なんじゃないですか。しかも文字とかもこの筆記体めっちゃ可愛いですよね。安いやつってこの辺が絶対ダサかったりするから、おしゃれだったらめっちゃいい、良かったと思います。あともう一個ダイソー業祭で買った990円のシャツです。でシャツなんだけど、この袖のところがフレルになってて、あのやっぱ味があってね、可愛かったです。で生地自体はちょっとサファリワンピっぽい生地、こんな感じの、わかります？テラさんのサファリワンピ、あの感じの生地ですね、うん。でポリエステルは 100% なんだけど、でちょっとカジュアル感がある色と生地なんだけど、この袖がすごくでポイントになって可愛かったので、しかも税込み1000円以下なので買ってしまいました。ちょっと待って、バイ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 。ということで次に購入してたのが本当に多分直近の購入品紹介のやつで申し訳ないんですけど、まずはこちらの T シャツです。はい、ベージュのうさぎのプリントがしてある T シャツです。ベージュにこれ多分ネイビーだと思うんですよね、黒じゃなくって。それがね可愛いです。でこことここの文字が刺繍なんですよ、がっつり刺繍で高見えです。はい、次がですね、ちょっと前にシーズンリーズンで発売された洋流のなんかシャツプルオーバーなんですけど、これがね何がいいかっていうのが、綿が 97% だったかな、綿が 97% でも柔らかいんです。すごい、なんか綿ってちょっと硬いっていうイメージがあると思うんですが、ポリエステルとポリウレタンが 3% ぐらい入ってるので、なんか柔らかくてこう生地も洋流でちょっとね雰囲気味もあるし、すごいいいじゃんと思って、あとはこう五分袖でね、ちょっとね二の腕も気にしなくていいです。でここがねボタンで開くので羽織にもできる、夏はとにかくやっぱり通気性がいい方がね、快適に過ごせるので、この1089円でこの素材っていうのが私はすごい良かったし購入しました。そしてこれがね最後になります、ドットプリーツパンツはーい、ドットプリーツです。これ可愛いの、めっちゃコーデでこれと合わせたコーデがすごいね評判がよくって、でなんか追ってくれた方もいたみたいなんですけど、動画を見て可愛いんですよ。なんか裾だけね見せてもね、このメロンの感じが可愛いし、これ夏にねちょっと履くのに真っ黒よりはちょっと可愛いじゃないかなと思って買いました。またねこれを見直してコーデとかをね考えていきたいと思います。はい、ということで今日のプレイバックにお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。